はい、スクエアスが目指す世界はどこにもありません。そんなはずは。私はあなたのしていること、怖がって否定するんじゃなく、もっとちゃんと考えを伝えればよかったんですね。マール、それじゃ何だったんだ。世界の正しいってどこにあるんだ。あの時君が俺に教えたことは何だったんだ。納得してはもらえないかもしれませんが、今の私なりのメッセージを伝えます。行きますよ、スクエアス。楽しくて正しい勝負です。私たちを消したいですか？
もしマールと話して気持ちが変わったのなら俺たちは嬉しいよ。なんで？え？なぜまだ俺に話しかけるんだ？お前たちを消そうとしたのに、ひどいことを言ったのに。わかります。びっくりですよね。でもそれがこの人たちなんです。リンゴ、ティ、みんな迷惑をかけてすまない。ごめんなさい。俺が相手だ。スクエアスが謝った。謝って済む問題ではないことは分かっている。しかし俺が間違っていた。ごめんなさい。これはやったー、説得成功。バッチグーで花丸だよ。やれやれ、一件落着だね、カー君。クークークー。え、俺の言葉を疑わないのか？え、嘘なんですか？いや、本心だ。じゃあ疑う理由なんかないですね。報告する。スクエアスの暴走の収束を確認。世界に平和が戻ったな。ありがとう。なんか期待してた展開と違うな。何を期待してたんですか？ドカーンと爆発落ちとか。ふっくー、辛辣だな。こんなにあっさり。正直スクエアスのおかげでまたみんなに会えたってところとか、マールと友達になれたってところもあるから、私は最初からそんなに怒ってなかったし。そうか。それでは俺はこれで。え、スクエアスどこ行くの？皆に迷惑がかからないところへ。せっかく友達になったのに。友達？そうだよ。そんなものになった覚えは。そうなの？じゃあ今からなろうよ。え楽しく勝負すればそれでみんな友達になれるんだから。そんな簡単な。簡単なんだよ。やろう、スクエアス。テトラゴン。サイ。ヤ。サイ。
シンクボックス、サイ、テトリス、テト、テトラゴン、テトリス、こんなはずは。テトラゴン、テトリス、こんなはずは。挑戦ならいつでも受けるよ。楽しかったな。ね、スクエアス。ああ。どうしましたか？顔が熱い。ちゃった？照れる。これがすっかり落ち着いたね、スクエアス。いじりがいのある人柄の予感がします。マール大丈夫だ。みんながマールのことを思っていたように、スクエアスも思われているさ。ピピピ、そうですよね。嬉しいです。これで全て良い方向に。スクエアス、スクエアス、どうしたんですか？体がうまく動かない。スクエアス、いざ参ります。みんな俺から離れてくれ。私を利用して膨大な力を用意していたんです。でもそれを使わないままでいたから、力が行き場を失って。このままだとどうなっちゃうの？おそらく力が爆発します。いや、落ち着け、みんな。ビビビビビ。マール、何か方法はないのか？スクエアスの内に溜まった力を勝負で解放できれば。そういうことなら話は早い。え、つまり勝負すればいいってこと？なるほどです。皆さん、ダメです。スクエアスは今桁違いの力に翻弄されて、とんでもなく強くなっています。うわあ、
それならいっそ早く終わらせないとな。ビビッピー。え？当たり前です。なんてったって友達が困ってるんだもんね。報告する。これよりスクエアスを救うために最終決戦を行う。行きますよみんな。終わらせてやれ。どうだ、これならどうだ。テトリスだ。ああ、テトラゴン。どうだ、やっちゃいなさい。テトリス、テトリス、これならどうだ。少しはやるな。挑戦ならいつでも受けるよ。よっしゃーい。皆さんすごいです。すごすぎます。スクエアス大丈夫ですか。ああみんなありがとう。スクエアス大丈夫ですよ。ただ力を使い果たして寝ているだけ。スクエアスに代わってお礼を言わせてください。皆さんありがとうございました。よかった。それじゃあみんなこれからが元に戻ろうとしていますね。あんまりゆっくりしている時間はなさそうだよみんな。さあ二つの世界は分かたれる。え、なんでなんでなんで。もともとこの寝てる子が無理やり力を集めて世界を混ぜようとしてただけだから、それが終われば元通りって話だよね。そういうことだ。そんな早すぎるよ。やだやだやだ。まだまだディア、エスや、マール、スクエアス、みんなとしたいことたくさんあるのに、いっぱいいっぱいあるのに。これでお別れで、世界も別れて会えなくなって、しかもみんなのことはっきり覚えていられないかもなんて、そんなのやだよ。アミティ、グググ。アミティ、あんたさっきからそればっかりね。エス、だって私まだエスとお散歩したり歌ったり一緒にお弁当食べたり、何もしてないのに。エスは寂しくないの？寂しいわよ。そっか。で、え？ちゃんと寂しがってくれてるの？当たり前でしょ、友達になったんだから。エスもそんなこと言うんだ。グッグッグ。ふん、どうせ細かいことなんか忘れちゃうなら最後くらい素直になってあげるわよ。
リティ。な、何？笑いなさいよ。だって悲しい。じゃあ会わない方が良かったわけ？え？こんなお別れするくらいなら最初からエスたちに会わない方が良かった？そんなわけないよ。みんなで冒険するのもハラハラドキドキ楽しかったし、嬉しいことも素敵なこともたくさんあった。私エスたちに会えてよかった。でしょ、別れが悲しいじゃなく会えてよかったが正解よ。ありがとう。スクエアスのやり方はびっくりだったけど、君たちがいなければみんなとも君たちとも会えなかったし、二人とたくさんした勝負楽しかったよ。これからまた二人っきりの場所に帰るの？そうですね、基本的にはそうしますが、準備ができたら二人でいろいろな世界を見に行ってみようって話しています。そうなんだ。私たち勉強不足みたいですから。俺はみんなに変えてもらった。その恩を返せる時が来たら、もしかしたらまた姿を現すかもしれない。時間はかかると思う。そもそもできるかどうか、それでもきっとできるよ。だからその時を待ってるよ、スクエアス。グッグッグッ。ああ、うん、そろそろみたいですね。うん、リンゴ。ピピピ。なんかあっという間だったな。そうですね、ディ。ごめん、そっちから。あ、いえ、すみません、そちらから。ピピー。大丈夫です。ん？強い思いは世界を超えられる。この先ずっと会えなくても、うまく思い出すことができなくなっても、心が覚えててくれる。リンゴ。そうですよね、ティ。ああ、その通りだ。全部その通りだ。今回のことがそれを証明している。だから大丈夫なんだ。なんだ？いや、ごめんなさい。予想外に熱い反応にちょっと、その、
自分からふっかけておいて照れるな。ピーピピピピピ。ほうもからかうなよ。それじゃ。別れの言葉は何にする？なんだか同じこと考えてる気がしてます。俺もだ。それじゃあ一世の背で言おうか。はい、そうしましょう。リンゴ、ピー、君を忘れないよ。
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.